皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとちです。中学2年生数学ミニ式の計算の2回目、今回は動類項についてお話します。多項式の項の中で文字の部分が全く同じ、ここ大切です。全く同じ、こういう項を動類項と言います。では式を使って説明していきます。1番の式、 4a+3b-2a+b、 項は4つありますよね。 4a3b ね、正の項はプラスつけませんでした。それからマイナス2ab、 この4つの項があります。一番前の 4aa という文字がついていますよね。さあ4つの項の中でもう一つ a がついている項ありますね。マイナス 2a です。ですから 4a と -2a、これは同類項です。その次の項 3b という文字がついています。もう一つ b がついている項があります。一番後ろの b ですね、これ 1b のことですけど、1は書かなかったんですよね。ですから 3b と b、 これが同類項ということになります。2番の式、3x2乗-5x+2x2乗+7、項は 3x2乗-5x2x2乗、 そして7です。数字だけの部分、定数項、こう言いましたね。さあそれぞれの項を見て、文字の部分、 3x2乗、 3の後ろの文字は x2 乗ですよね。ですから残りの項の中で x2 乗がついている部分、これを探しますと 2x2 乗がありますよね。ですから 3x2 乗と 2x2 乗、これが同類項ということになります。ここでよくテストで間違える人がいるのが、同じ x を使っているからマイナス 5x も同類項じゃないのとね、そして答えのところにそう書いちゃうんですよね。これ違います。先ほども言ったように文字の部分が全く同じ、これ x 乗と x は違いますよね。全く同じじゃないんですね。ですからこれは同類項じゃないので、気をつけてください。文字の部分が全く同じ、これが同類項です。そして同類項は分配法則、これを使って一つにまとめることができます。では3番の式を見ると、 7x+3y+6y-x とありますよね。一番前の 7x、 もちろん部分 x ですから 7x の同類項は一番後ろの -x、 そして 3y の同類項は 6y ということになるので、これをちょっと同類項同士で順番を変えます。 7x-x+3y+6y と、これを分配法則、厳密には分配法則の逆だと思うんですけどね、これを使ってまとめると、 x の部分は 7-1x、ここのマイナス x っていうのはマイナス 1x ですよね。ですからここで 7-1、 これが出てくるんです。そして足す3+6y、 このようにまとめることができて、これをまとめた答えは 6x+9y、 こう計算できるわけです。ではもう一つ、4番、 a2乗-7a+6+5a2乗-1 とこうなっています。 a2 乗、この同類項は 5a2 乗ですよね。ここで間違えて -7a も、こう待っちゃいけませんよ。全く同じ、 a2 乗だったら a2 乗、
これじゃなきゃいけないんですよね。ですからこれを順番に並び替えると a2 乗足す 5a2 乗引く 7a、 そして定数項の足す6引く1と、もう分かる人はこのように考えなくても構いません。暗算でやっちゃって構いません。A2 乗の前には1がついているので A2 乗の部分1たす5で6で 6A2 乗引く 7A、 そして定数項6引く1は5なのでたす5と、この計算の答えは 6A2 乗引く 7A たす5と、このようになるわけです。今回は同類項についてお話しました。皆さんはこの動画を見て、あ、そういうことかと分かったら、ぜひ教科書問題集で似たような問題解いてみてください。そして実際に解けたら、ね、ここで分かったができたということになるんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。